はい、ということでごきげんよう、井上雅弘です。今ですね、東映のスタジオに来ております。ガッチャードの衣装合わせですね、来てます。映画の衣装合わせ、まあ、出るシーンもワンシーンだけなんで、まあ、一着なんでそんな時間はかかんないかなと思うんですけれども、角谷司でまた出るんですが、まあ、その角谷司ってなんか世界ごとに衣装が違うというか、だから毎回同じ衣装じゃないからこそ、ちょっと衣装合わせっていうのが結構必要になってくるっていうので、まあ、今回の時系列的にもまあ裏設定みたいなところがあって、まあ、それによるとどんな衣装かなっていうので、提案とかありますかとかっていうのも来てたんで、まあ、ちょっと何点か提案したりとかしながら、まあ、このあとちょっとどんな衣装になるかっていうので決まっていく感じですね。まあ、衣装合わせする他に、そのプロデューサーや監督と話せる、撮影前に話せる一番最後のチャンスみたいなところがあって、そういったところでこの役の方向性だったりとか、どういう感じで撮影に挑むかとか、そういう打ち合わせもできる場ですので、まあ、短い時間ですけれども、やっていきたいなと思います。中はね、その光景とかは別に全然撮れないんで、まあ、ザ・車の中でもう次多分衣装合わせで帰ってきた時の感想を流れてると思うんですけれども、まあ、中はね撮影禁止ということで、車の中で今撮っております。じゃあ衣装合わせ行ってきます。はい、ということでね、衣装合わせ終わりました。東映東京撮影所、ここでね、まあ、衣装合わせしてました。久々に辰巳監督ともお会いできましたし、まあ、知ってる助監督の方だったりとか、あとはプロデューサーの竹部さんとかもちょっと顔を出してくれて、で、まあ、役の話とかもいろいろできたし、あとはかぐや様にもね会いました。永田君ともかぐや様、たまたまちょっとね素材撮りで来てたみたいで少し話せましたね。てか、まあ、永田君、僕バサラで共演してたんですけど、かぐや様が永田君ってね気づいてなかったんで、今日気づいたんですよ。お、永田君じゃんと思ってびっくりしましたね、さっき。で、まあ、衣装合わせはね、無事にいろいろとこう打ち合わせしながらできて、まあ、当時の司の衣装じゃないんだけども、時系列的には、まあ、ここぐらいっていう、ちょっと僕らのその監督と僕らとプロデューサーの中での、まあ、ちょっと裏設定みたいなのもありつつの、まあ、そこにあった衣装っていうので衣装合わせさせていただきました。ということで、まあ、ちょっと時間があるのでご飯食べに行くんですけど、今日なんか俳優になりたい、まあ、仮面ライダーになりたい人たちのための動画ということで、まあ、撮影の時にまずどんな服装で行くかっていうところなんですけど、衣装を着たりとか、まあ、脱ぎ着が結構あったりとか、まあ、衣装さんがね持ち歩くのが面倒な服とか着ていくとちょっとね嫌がられちゃうと思うんで、僕は結構まあ、身軽な服装で行きます。まあ、結構ねロケバスの中とかで着替えることとかもたまにあるんですよ。そういった時になんかすげえ硬いジーパンとか、なんかベルトが面倒くさかったりとか、そういうちょっとおしゃれすぎる服装を着てったりとかすると面倒くさいんで、もうこんな感じでもう短パンですぐパッて脱げるし、服もなるべくシンプルな感じで、まあ、あとはね初注意としてはね、結構香水つける方いるんですけど、まあ、僕もつけるんですけど、なるべく香水つけない方が喜ばれますね。こう衣装についちゃったりとかするんで、ぐらいですかね。さあ、もうすぐ着きました。で、今日これから行くのが、まあ、昼なんでね、ラーメン食べようかなと思うんですけど、やっぱりここで東映撮影所、東映出身の子たちはみんな、人たちは、まあ、みんなここで食べるんじゃなかろうか。ここですね、龍源っていう店なのかな。まあ、ちょっとね時が経つにつれて名前変わったりとかしてるのかな、ちょっと分かんないんですけども、まあ、こことあとこの隣の叙々苑はよく行ってました。うん、僕エビ味噌ラーメン好きなんで、ちょっとエビ味噌ラーメン頼みたいと思います。よし、
まあ、当時ねやっぱりご飯の合間にやっぱりこう台本結構読んだりしましたね。まあ、今日もちょっとね当時そんな感じだったんで、まあ、今回も、まあ、ちょっとこのラーメン来るまで自分のシーンをね確認しようかなと思います。僕が出るシーンがかぐや様と司の、まあ、2人のシーン、まあ、ちょっとこの本読みとか、まあ、プランニングっていうのは何個か持ってきたんですけど、まあ、ちょっとこのあと楽屋でまだちょっと時間があるんで、まあ、楽屋でもねちょっと本読みして、で撮影前でどんな演技プランなのかとか、あと、まあ、どういう感じでいくのかとか、まあ、実際に本読みでやってきたこと、自分で持ってきたこととか現場で変わることとか、まあ、実際の映像がどうなってるかっていうこととかの違いって、まあ、俳優にしか分かんないことが多くて、まあ、見てるお客さんはその映像でできたものを見てるっていうことなんですけど、実際どういう、まあ、考えでそうなったのかとか、そういったのも、まあ、今日は伝えていけたらなというふうに思ってます。エビ磯ラーメン来ました。はい、美味しそう。いや、いいですね。いや、本当にこの干しエビ系好きなんですよね。干しエビ系でもなんか出汁出るし、まあ、ちょっと入ってるだけでなんかやっぱ旨味が凝縮されたような感じで、麺はちょっと若干縮れてる感じで、ね、あ、美味しい。あ、好き。本当に出汁がすごく良くなりますよね、エビだと。うん、僕仮面ライダーになったのって、まあ、19歳なんですよ。で18歳まで僕大学受験しようと思って、まあ、受験勉強したんですよね。でその受験勉強してる時暇だったんで仮面ライダー見てたんですよ、一般人の時に。で当時やってたのが仮面ライダーキバーで、まあ、なんかたまたまどこかな、渋谷かな、なんか渋谷行ったことなくて、まあ、そしたら、まあ、ボックスコーポレーションっていうところにスカウトされて、で芸能界入ることになったんですけど、そしたら事務所に加藤圭介がいて、お、名護さんだってまず最初思ったんですよね。仮面ライダーいるみたいな、マジで一般人の反応でしょ。ただの見始めた一番ホットな俳優さんが事務所にいたみたいな、そんなイメージで、なんか事務所に行ったらなんか僕の顔を見るや、なんか4日後オーディションあるからちょっとなんか誰君、あ、そう、誰君、でも4日後オーディションあるからとりあえず行ってきてって言われたので、それがテニスの王子様、なんかゴタゴタしてて緊急オーディションしてたみたいで、でなんかまあ受験勉強してたんだけど、なんかそのオーディション行くことになって、で別にお芝居にその当時興味があるっていう段階にまで行ってなかったけど、まあ、なんかやってみたいなというふうに思ってオーディション受けに行ったら、まあここの辺は割愛しますけど、その受かってテニスの王子様出ることになって、でそれを仮面ライダーのプロデューサーさんが見てて、でオーディション呼ばれて、でその仮面ライダーのオーディションに
行くことになったんですよ。でなんか仮面ライダーのオーディション来た時にやっぱ僕仮面ライダー牙見てたから、仮面ライダーのオーディション来たと思って、これ受かりたいなと思ってたわけ。でもさ、僕さ、オーディションなんてその時に、それが人生の2回目のオーディションだったんだよね。1回目がその天使の王子様で、2回目がその仮面ライダー。でもまあオーディションで落ちるイメージがなかったわけ。だってそれはそうだよね。だって1回しか受けてなくてその1回が受かってるわけだから、まあオーディション受かるものだと思ってたんだよね。なんかもうオーディション行くってなったらもうなんかやる気がしちゃってて、なんか自分だったらこうやるんだろうなとか、まあそういう感じでこうオーディションに臨みました。うん、なんか後で知ることになるんですけど、オーディションってめちゃくちゃ落ちるものなんですよ。だってまあ10個受けて1個受かったらマジでいい方っていうぐらいなレベル。100回受けて1個も受かんないなんて人もたまにまあいるかもしれませんぐらい、結構その当時のまあオーディション、まあ、今はちょっとまたオーディションって概念が変わってきたんですけど、その当時のオーディションって結構まあそういうものだったんですよ。よく芸能事務所とかで、まあ、レッスンとか、まあ、よくマネージャーさんからとか言われるのが、オーディションも、まあ、会社の面接みたいに傾向と対策練ったりとか、こうやり方みたいなのが、これがいいとされるね、いいとされるやり方があったりとかするわけよ。僕はいいと思わないけど、オーディション的礼儀作法、まあ、この前社会人の方はそれが普通なのかな、まあ、あるわけですよ。でもさ、俺そういうの知らないじゃん全く。当時そのオーディションでどうした方がいいとか、ね、仮面ライダーの現場だったらなんかこれ見てましたとか、なんかアピールした方がいいとか全く分かんないから、何したらいいか分かんないの、オーディション。でもなんかまあなんか受かる気はしてた、謎の自信。そりゃそうだよね、失敗体験がないんだから、成功体験しかないから。そしたらまあオーディション終わって、で、まあ、これ後にプロデューサーさんから聞くことになるんですけど、なぜ井上雅弘を選んだんですかという、どっかで読んだんだよな、謎の自信があったからマジかと、よかった、俺今まであんまオーディション受けなくてよかったってマジでホッとした。うん、まあ、ということでこの後、楽屋に行って、まあ、ちょっと本読みの方ねしていきたいなというふうに思いますんで、エビラーメン、エビ味噌ラーメンめっちゃ美味しかったんで、まあ、大泉寄る機会があればこの龍源さんのエビ味噌ラーメン食べてみていただければなと思います。続く。